はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はまた甲斐さんと一緒にですね、はい、お願いします。お願いします、はい、今日も甲斐さんと一緒にですね、うずらいさんというお店に来ておりまして、こちらのお店もめちゃめちゃ人気店なんですけれども、移転になるんですか？そうですね、移転の新ブランドとして移転する形です。そうです、移転閉店という形ですね。17日までで、もうあさってまでの最終営業直前なんですけれども、甲斐さんの紹介でですね、今回このうずらいさんの方で通常提供しているレギュラーメニューを今回4杯いただいていこうと思います。で、甲斐さんは普通の方なんですけれども今日は2杯食べるということで普通の方でもなりに食えないですよね。あの、もうカメラにも映っております店主の大西さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけれども、はい、ラーメンの方お願いしてもよろしいでしょうか？はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は閉店後になるので、マスクとかを取ってお話をしながらラーメン食べていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お待たせしました。ありがとうございます。醤油ラーメンです。ありがとうございます。うまそう。最近ね、さんま節から、はい、さんま煮干しに変わりました。いただきましょう。はい、いただきます。いただきます。ありがとうございます。もう腹ペコで今日僕ら朝から何も食べてないので。あ、そうですか。ここにチューニングしてやってきましたですね。うわ、うまっ。いいですね。しみませんよ。ちょっとこれ麺いただきます。うまいですね。よかったです、ありがとうございます。ちゃんと弾力があるんですけど、シルキーな感じの、うん、食感で舌触りいいですよね。いや、滑らかですね。麺もね、結構長くしてるんですよ、それ、うん、噛み切ってほしいから。僕もどうしてもあの動画的にコメント欄で怒られるんですよ、噛むと。噛まないでって言われるんで、あれなんですけど今日は一回だけ噛ませていただきます。はい、あの、噛んだ時に腰も感じるし、香りも感じるんで、うん、うまい。あ、うまい。もうなくなっちゃった、これ。はい、入ってました、俺の。俺の麺入ってましたっていうぐらいあっという間ですね。ほんとすぐなくなっちゃいますね。うん。あっちの方がなんか、うん、うまい。塩ラーメンです。ありがとうございます。あー、うまそう。いただきます。いただきます。どうぞ。昆布おいしい。昆布わかりやすいですね。超違うな。うまっ。でも最近なんかあの撮影とかでラーメン屋さん伺っても、醤油と塩を食べ比べると、あの塩の方がむしろインパクト強くわざとしてるお店が結構多くて、まろやかな感じっていうのが少なかったんですけど、うずらいさんの本当にまろやかで優しいんですけど、その満足感がすごいというか、喉が渇くような塩ラーメンだとダメだなと思ってて、いい塩だけでいい塩ラーメン作るのはちょっと難しいですよね。久々にこう優しいのに満足感のある塩に出会えましたね。うまい。うまい、優しい、確かに優しいですね。うまい。
あーこれ何枚でも食べれちゃいますね。すごい、それがすごい。スライソバです。ありがとうございます。お待ちどうさまです。いきます。ごちそうです。はい、ありがとうございます。いただきます。うまそう。さあ、混ぜそば準備しよう。ガラッと印象変わります。うまい。振り幅がとんでもないですね。すごい。塩からいってるから人気があるの分かりますよね。分かりますね。エスニックなんですけど、スパイスっぽい使い方があのカレーにも近いような、結構複合的な複雑な香りするんですけど、それをうまくこの酸味が最後にまとめてくれるんで、なんか重さを全く感じないし、食べやすいですよね。食べやすいです、食べやすいです。おいしい。おいしい。ツイッターとかでもやっぱ皆さんよくこのライソバが写真上がってたので、もうずっと気になったんですけど、これは人気メニューですね。麺も全然違いますね、これ。うわ、うまい。そればっかり食べてる人いますからね。もうこれの常連さん。これがないとダメです。エスニックでスパイシーなんですけど、ちゃんとラーメンなんですよね、うん、そうですね。不思議ですね、この感じ。このペーストは、ペーストはごまなんですね。ごまのやつ混ぜると面白いですね、これ。エスニックとそれこそタンタンみたいなのいいとこ取りみたいな風味になって、またこのまろやかさがアップするんで、感じ方が全然変わりますね。この中でも出会ったことのない初めましてのタイプのラーメンですね。だんだんと食べてると、あの下に残ってくるしびれがなんか後を引きますね、このスープ。うまい。あ、止まんねえ。よくそんな食べれますよね。すごいですよね。うまいですね。よかった、よかった。でもこれは一応その移転後でも提供される予定ではある。移転後にそうですね、ちょっとまた美味しくしてから、マイナーチェンジというか、マイナーチェンジして、ええ、うん、はい、地鶏の自由混ぜそばです。ありがとうございます。これは鶏節ですね。あ、はい。温泉卵は途中で崩してください。わかりました。ありがとうございます。うまそう。うわー、めちゃめちゃいい匂いする。いただきます。乳化もしてるし、混ぜてる分さっきのライそばとかよりもやっぱ麺表がちょっと傷つくので、表面の滑らかさっていうのもまた変わってて、それがすごくいい香りが立つような仕上げになってるんですね、うん、この扉が開かないから麺表を横に仕入れてるみたいな。あー、うま。ちょっとこれ鶏節あえて。美味しい。これいきますよ。お待ちしてます。うわ、うまいっす。うまいっすか。ちょっとこれ、思ったまんも。おんたまうまい。移転後はね、あれ、卵を産み終わったやつ、背景かな、背景、うん、うち、油がかかんないね、油でかかんない、だいたい止められて、卵を食べるだけの、うん、先の味を与えられてるやつ、うん、
デブちゃんであれ食べただけめちゃうめえ。早いっすね。とんでもなくうまいっすね。昔は醤油だれ、醤油だれと、なんだろう、塩味で食わせんじゃないの。いやすいません、ごちそうさまでした。とんでもないです、ありがとうございます。ありがとうございました。そうです。うまかった。ずっと行きたかったですもんね。ずっと行きたくて、しかももう行きたかったから、もちろん自分の中でもどん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 ハードルが上がったはずなんですけど、そこなんか普通にピョッて飛び越えられちゃった感じなんで。よかったでも幸せしかない撮影でしたね。あ、よかった。今日一応僕がいただいたこの今うずらえさんで提供しているデフォルトの4種類のメニューなんかも、マイナーチェンジをしてね販売する予定ですし、その他にもねまた新しいラーメンも出る予定ですので、ぜひね気になった方はうずらえさんの新店の方に2月以降予定ですかね。はい、そうですね。はい、オープンしますんでぜひご来店ください。いや改めてお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。そうです。